国鉄キハ58系機動車、リゾートサルーンフェスタリゾートサルーン,フェ,ールーンフェスタリゾートサルーン、フェスタリゾートサルーンフェスタは、西日本旅客鉄道が1988年から2003年まで、保有していた鉄道車両で、ジョイフルトレインと呼ばれる車両の一種である。JR 西日本広島支社向けのジョイフルトレインとして、1988年に、 キハ58系機動車車を改改造造してて製作さされれた改造工事は旗製車両所により実施されている先頭車の車体の前くらい、側約半分は天窓をつけたハイデッカーとして、長望を抑くし、後くらい、側約半分は従来の車体をベースにした構造である。車体前頭部は、後退角をつけた曲線的な形状となっており、前面窓は、 工行の曲面ガラス2枚で構成されていた。全面下部はスカートで覆っている。全面倉庫には大きな口が取り付けられており、下唇に当たる部分を空気圧により上下に動かし、口を開閉させることが可能だった。上唇は固定されている。口の内部には LED の電光掲示板と、 スピーカーが内蔵されており、口を開いてスピーカーから音声を発することが可能であった。前面上部に全消灯を、前面のガラスと口の間に微灯を装備している。運転室は直後の客室より低い位置に配置しており、ハイデッカー部分の客室からの前面展望が可能な構造となっている。中間車の運転台は運転室ごと撤去されている。側面窓は、 従来の窓2枚分の開口部をつなぎ、1枚の横長の固定窓として展望を向上させている。側面で入り口の配置は、海側と山側で異なっており、海側については、先頭車の連結面側車端部と中間車の両端に折り戸を設置しているが、山側については、先頭車の出入り口は全て塞ぎ、中間車の両端には引き戸を設置している。 先頭車の平屋部分と中間車の屋根の両側面にはカバーを取り付け、視覚的な高さをハイデッカー部分と揃えている。車体塗装は白地で、車体側面裾に青色と黄緑色のラインを入れた塗装である。側面窓の間を青色に塗装して、窓を連続的に見せている。従来の DT22C 型台車、TR51C 型。 DMH17H エンジンのままである。冷房装置については、戦闘車では部分的にハイデッカーとなるため従来の AU13A 型分散式冷房装置を3台残し、これとは別に車体中央部に大容量の冷房装置を設置している。中間車では従来の AU13A 型を2台減らして5台設置としている。 冷房電源は 4VK 発電用エンジン DM83 型発電機のままである。戦闘車、編集運転室後方に定員8名の展望室、その後方に定員36名の一般客室を配置した構造である。展望室はハイデッカーとなっており、運転室側に向けて固定したクロスシートを階段状に配置している。一般客室の座席は、 横4列配置のリクライニングシートで 1120mm 間隔で配置されており45度ごとに固定することが可能である。一般客室の両端部にはカラオケ、ビデオ機器、モニターテレビなどの AV 機器を設置している。従来の便所、洗面所は撤去し、出入り口の向かいに洋式便器と洗面台を一室にまとめた化粧室を新設している。前頭部の窓は 改造後期短縮とガラス窓を成形する方の制作コストを抑制するため JR 東日本のジョイフルトレインスーパーエクスプレスレインボーの展望車と同じ窓を利用して下部を切り詰めたものを使用している。中間車、編集中間車は完全なフリースペースでカフェラウンジとミニシアターを設けている。カフェラウンジではこの字型のソファを3組設置し ラウンジの一角に飲み物などのサービスができるカウンターテーブルを設置している。ミニシアターは絨毯時期で客室とは別系統の AV 機器を設置している。従来の便所、洗面所は撤去し、出入り口の隣に男子用小便所を新設している。以下の3両編成で構成されていた。車両番号の横のうちは旧車両番号。すべてグリーン車扱いである。 落成後は、広島運転所に配置され、1988年7月26日に、臨時列車、ブルーライナーで運行を開始し、多客臨時列車や団体臨時列車で運用された。2001年11月11日に、広島小郷理館で運行された、快速さよならフェスタをもって運用を終了した。廃車後、大国有鉄道へ無症状とされる予定となっていたが、 老朽化が激しかったことや、タイガーから最終的な調整の話が得られず、破断となり、2003年7月25日付で廃車となった。2004年2月22日に、下関車両センターで解体され、前頭部の一部が主な走行区間であった山口県、長門市の民家に保存されている。また、末期の頃には、朝日放送の人気番組、探偵。 ナイトスクープでも取り上げられたこともあった。ありがとうございます。